タップエンタメのノブです。本日もよろしくお願いいたします。このチャンネルはですね、エンターテインメントに関すること、毎回一つテーマを決めて配信しております。私が映画好きのタップダンサーということで、映画やタップのことを中心に配信しておりましたが、今はお家で過ごそうということで、お家でできるダンス、そうです、タップダンスです。はい、タップダンスを配信しております。それではもうお分かりですね、行きましょう。本日のテーマはこちら。はい、皆さん元気にタップダンスされてますでしょうか。今日も皆さんにお会いできたことを感謝して全力で配信していきたいと思います。皆さん方の貴重な10分ちょっとお時間いただきますけども、その貴重な時間楽しんでいただけるよう精一杯頑張りますので、よろしくお願いします。ということで、おうちでタップチャレンジ、イエーイ。ということでですね、本日の動画の流れをお伝えしたいと思います。まず最初に今日やるステップで、その後にそのステップのちょっと細かい解説させていただきまして、その次にワンポイントコツ、はい、ワンポイントコツっていうのはラクタップエンタメ専門用語ですからね、そんな日本語ありませんので、まあこうしたらうまくいくよ、こうしたらちょっとやりやすいんじゃないかなということを皆さんにお伝えして、最後に曲で一緒に踊っていきたいと思います。では今日やるステップ、こういうステップになります。はい、せーの。はい、となります。今日のテーマは4サウンドのステップを使って3連鳴らしといった意味ですね。ちょっとここ最近いろいろやってると思いますけども、それのちょっと今回は4サウンド系でいきたいと思います。今回使うステップはですね、まあほぼほぼシャッフルとドローバックの応用を使います。なので前回ご紹介したドローバックとはちょっと違うので、まあそこまで参考にされなくてもいいのかなと思うんですけども、基本は一緒なので、もしよかったらこっちシャッフルとドローバックの見ていただけるとちょっとより分かりやすくなるかなと思います。ただいつも言ってますけども、今日この瞬間から見てもですね、必ずできるようになりますので、あ、こうしたら足動くんだ、こうやったらこういう風になるんだな、こんなしたらこんな音が出るんだな、こういう出し方があるんだなと、それが分かっていただければですね、それでいいのかなとも思ってますので、一緒にチャレンジしながらやっていきたいと思います。それではステップの解説に行きたいと思います。ではですね、今日のテーマです、4サウンドのステップで3連を刻みます。まずここまでの今日やるステップのメインはそこなんですけども、最初の前半のステップの解説いきます。ここです。ここまでの解説いきます。今回僕右足スタートにさせていただきます。今回ね、両足に出てくるので、まあどちらから始められても大丈夫です。いつも言ってますように、僕を鏡にされてもいいですし、もしくはもう自分の好きな足でされても大丈夫です。今日は両足出てきますのでね。ということで早速いきましょう。最初の4連ステップ。まあこれはね、そんなに難しい感じではないと思います。シャッフルにステップイール足しただけなので、やることは、シャッフル、ステップ、ヒール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 。シャーフルはちょっと先ほどもちょっとお願いしたように、一回見ていただけるとありがたいと思いますので、ちょっとね、詳しいところの説明まではちょっとだけ省かせていただきます。ただ、あ、もう本当に今見て分かったと思うんですけども、シャーフルは本当に、シャーフル、足蹴って引いて、つま先、かかと、ステップヒールですね。シャーフル、ステップヒール。あ、そうですね、すいません。なんかこういつも抜けちゃいますね。なんかいつも完璧、一応いろいろ考えてやってはいるんですけどね。すいません。じゃん、こちらオープンした。もうステップヒールもちょっと見ていただけるとありがたいかなと思います。こちらにステップヒールのすごく詳しい解説やってますので、まあ、こちらもちょっと見ながらやってもらえるとありがたいかなと思います。ただ、ステップヒールとは今やったように、つま先とかかと、バラバラに置くだけです。で、その時説明しましたけども、しっかり体重移動ですね。つま先ついた瞬間にかかと。つま先ついた瞬間にかかとです。これが、つま先ついてもこの足残ってて、こういう体重移動ではなくて、こういう体重移動です。そこさえ分かってもらえればいいと思います。なので、シャーフルとそのステップヒールが一緒に組み合わさっただけなので、シャーフルやったら、つま先かかと。シャーフルやったら、ステップヒール。まあね、このステップは4連として使います。4連で一番皆さん方に、結構ずっとやってきたのが、パドル&ロールですよね。こちらの動画になりますけども、はい。
こちらの説明で4連タタ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 と同じ使い方でこっちもよく使われます。タタ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 、こっちはあまり今までやってこなかったので、ちょっとこれもちょっと入れてさらに面白くやっていこうと思ってます。でちょっと話すみません、それって戻りますけども、音4つ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4なんですけども、この一応これ音4つのステップですよね。タタ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 なんですけど、今日はこれを3連で取ります。4サウンドだったんですけど、それを3連で取ります。どうなるかっていうと、1 2 3 2 2 3 3 2 3 4 2 3、まあそんなにあれですよね。ただ自分の中でしっかり3連を刻むってことですね。セーブン、ハイ、エイト、1 2 3 2 2 3 3 2 3 4 2 3、大丈夫だと思います。セーブン、エイト、1 2 3 2 2 3 3 2 3 4 2 3、セーブン、エイト、1 2 3 2 2 3 3 2 3 4 2 3。はい、まあここだけです。でちょっとこれに慣れるために4サウンドで3連のリズム取るちょっと練習を繰り返してみましょうね。セーブン、エイト、1 2 3 2 2 3 3 2 3 4 3 5 6 7 2 3 8 3 3 1 2 3 3 4 5 6 7 8、こうなります。まあね、いざやってみると、何が違うんだってとこですよね。ではこのステップのワンポイントコツいきます。もうただ一つです。3連で取るということです。どうしても 1 2 3 4 1 2 3 4って数えがちなんですけども、そこを4つ取りするんではなくて 1 2 3 2 2 3 3 2 3 4 2 3としっかり自分の心の中では3連を刻むというところを注意してもらえれば大丈夫かなと思いますので、もう一回最後一回だけやっておきますね。横からで言っておきましょう。回数としてはですね、右、左、右です。いきます。セブン、エイト、1 2 3 2 2 3 3 2 3 4 2 3。それでは、後半のステップの解説いきます。これですね。このステップなんですけども、これはね、ちょっとさっき前半で言いましたけど、ドローバックのちょっと応用編です。ちょっとだけ難しくもなるんですけど、ドローバックはね、動画見ていただいたらわかると思うんですけど、これですね。1、2、3、1、2、3、1、2、3。こういうことですね。ステップ、スパンク、ヒール、ステップ、バックブラッシュ、ヒール、ステップ、バックブラッシュ、ヒール。で、ちなみに、ほぼほぼ変わらないんですけど、ヒール、今までは、バックブラッシュの後、ヒールドロップしてたのを、これヒールドロップじゃなくて、ヒールに、ここまで一緒です。ここでヒールドロップじゃなくて、ヒールに乗り換えちゃいます。もう一回いきますね。トン、パン、パン、トン、パン、パン、トン、パン、パン、トン。これ、やり方としては、ドローバックここまで一緒です。次、しっかり上にジャンプして足を、持ち上げて、かかとこのバランスですね。このバランス今まで何回かやったと思うんですけども、このバランスをちょっとね、それも片して、ただ一瞬ですので、ちょっと頑張ってほしいかなと思います。それでは、このステップのワンポイントコツいきます。このステップのワンポイントコツは、今ちょっとやりましたけども、ドローバックで説明しましたけども、ここで、空間でここに重心を置いてくださいって、説明一回したと思うんですけども、それは変わりません。で、さらに、ここ、こうヒールを置くんじゃなくて、これをかかとにこうするんですけど、このかかとを置くときに来たらちょっと極端にやります。前、わかります？ちょっと前に蹴ってあげる。そしたらこの自分の重心を置くところがうまく作れますので、これをこうしちゃうとね、おっとおっとってこう落ちちゃうんですよね。わかります？ここで落ちちゃうので、しっかりちょっとかかとに乗るためにちょっとだけヒール前に置きます。で、ただね、あともう一個はちょっと一応飛んでくださいね。飛ばないとこういう風になっちゃうので、ではなくて、飛ばなかったらここに結局置くことになっちゃいますので、なのでしっかり飛んで前に足ずらす。ただね、これあんまり足前にずらすぎると、
ずるっていっちゃうから、そこちょっと気をつけてくださいね。そこだけはちょっと皆さん注意しながらやってほしいんですけど、ワンポイントコツとしては、しっかりステップバックフラッシュまではもうドローバックと一緒でいいです。その次、しっかり上に飛ぶと同時に今度足を前に出す。はい。かといってね、足だけ前に行くとこうなっちゃうので、一応自分の体をちょっとだけ前に持ってくる。ちょっとだけ前には持っていくけど、足をさらに出すってことです。だからこういう状態ができるってことですね。でもこれ不安定に見えますけども、これどうせすぐ着いたら後ろに足を置くので大丈夫です。なのでしっかり自分の重心のこの円の中に位置を作るためにも、前、そこを注意してもらえればなと思います。これはワンポイントコツです。飛んで、まず飛ぶ、しっかりちょっと足を前に出してあげる。これの繰り返しで大丈夫かなと思います。じゃあちょっとこのステップだけ一回練習いきましょう。せーの、1、3、1、3、1、3、1、せーの、1、3、1、3、1、3、1、せーの、1、3、1、3、1、3、1。ではこれを前半と後半一緒につなげてみましょうね。セブン、エイト、1、3、2、2、3、3、2、3、4、2、3、5、2、3、6、2、3、7、2、3、8。8ついたら今左足が多分上がってるんで、今度は左足から1、2、3、2、3、4、5、6、7、8、たら右足から、はい、となります。ちょっとすいません、ね、ゆっくりやってるからドローバック難しいですね。なのでちょっと早くいきます。今度は後ろからいきましょうか。でですね、これ余裕があったらでもいいんですけど、最初のこの4サウンドのステップ、ちょっと足回すと面白いかもしれないです。これを1、2、3、2、2、3、3、2、3、4、2、3、5、こうやってもいいんですけど、ちょっと回すとちょっと面白く見えちゃうので、1、2、3、2、2、3、3、2、3、4、2、3、5と回しても、どちらでもやりやすいようで、なんかちょっと色つけたいなと思ったらちょっと回してみてくださいね。はい、とりあえずちょっとあまり回さずにまっすぐいきますね。3面しっかりキープしてくださいね。セブン、エイト、1、2、3、2、3、3、2、3、4、2、3、5、6、7、8、1、2、3、2、3、3、2、3、4、2、3、5、2、3、6、7、8、セブン、エイト、1、2、3、2、3、3、2、3、4、5、2、3、6、2、3、7、2、3、8、1、2、3、2、2、3、3、2、3、4、2、3、5、2、3、6、7、3、8。ラストちょっと早くいって曲でいきましょうかね。ちょっと早くいきますよ。はい、6、せーの、1、2、3、2、2、3、3、2、3、4、2、3、6、2、3、7、2、3、8、1、2、3、2、2、3、3、2、3、4、2、3、6、2、3、7、2、3、8。それでは曲でいってみましょう。はい、じゃあ行きましょう。時しか使わないってわけではないので、ぜひそういう面白さが分かってもらえればなと思います。そしてドローバックも今日やったみたいにちょっとだけね応用編なんですけど、やると全然前やったステップと違いますよね。これと、はい、ほぼほぼやることはね1箇所しか書いてないんですけど、これだけで随分ステップ変わっちゃうので、その面白さも分かってもらえたらなと思います。それではいかがだったでしょうか。もしよければですね、ロフトップエンタメに参加しますということで、チャンネル登録、評価ボタンの方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。 Let's be next movie! バイバーイ。